おはようございます。頭が良くなるお出かけ情報サイトです。このチャンネルは親子向けのお出かけにぴったりの、お出かけ情報を紹介しています。今日は東京からもほど近く、人気の観光地那須で見つけたとっても素敵な、テラス席のあるレストランを紹介します。名前はカフェボリジと言います。イタリアの星付きレストランで修行したシェフが腕を振るう店です。那須街道を降りて、那須インターを降りて那須街道を登っていくと右手に那須の気持ちいい木立の中に見えてきます。外からはテラス席があるようには全く見えないんですけれども、一歩踏み入れると、薄暗い入り口からパッとガラス越しに那須の緑の、新緑ごなし木立が見えてきて、とっても気持ちがいい素敵なカフェを見つけたな、そんな気持ちになるカフェです。腕を振るうのはイタリアの星付きレストランで修行したシェフ。メニューもとっても素敵なメニューが並びます。私たちが訪れた時には、ランチのコースなどではなくてドルチェを頼んだんですけれども、イタリア風のモンブランがとっても美味しかったですね。本場イタリア式のモンブランなので、サクサクの生地の上にねっとりとした甘い、マロンペースト、その上にふわふわのクリーム、そして少し香ばしい香りがするココアがかけられていました。ぜひ食べてみてください。その他ですね、ランチメニューは2種類、コースが2種類あります。どちらも1000円台でとってもお得なので、訪れた時はほとんどの人がこのコースを頼んでいました。 A ランチのコースは前菜の盛り合わせ、サラダ、メインディッシュ、ドリンクで1650円から。 B ランチコースは、前菜、サラダ、メインディッシュ、ドルチェ、ドリンク、ドルチェがつくかつかないかというあたりが違いになります。また那須には愛犬連れで家族で出かけるよという人も多いかもしれませんが、愛犬連れで、休憩することができる、エリアもあります。入り口のところに看板があって、愛犬連れの方はスタッフに声をかけて左手のガーデンの席にどうぞというふうに書かれていました。このガーデンは何でしょう、ちょっとパティオ風になっていて、雨の日でも気持ちいい光がですね差し込んでくる、そんなテラス席に、ガーデン席になっています。カップル席とグループ席に分かれているので、そういったところも安心ですね。このチャンネルでは親子向けにぴったりのお出かけ情報を集めています。ぜひチャンネル登録してください。